皆さんどうもこんにちは。ホムホム相談事務所チャンネルの秘書、指導レミです。今日は引退レアカードスクーマで開封してみます。狙うは藤川球児選手。いきますよ。お客さんですかね、どうぞ入ってください。どうも、滝本だ。本日はどうもよろしく頼むぞ。あ、滝本さん。一緒に YouTube チャンネル撮りますか？なんだ、プロ野球チップスか？開封動画はプロ野球選手が開封するから面白いだけであって、俺たちがやってもつまらんぞ。ですよね。それで相談って何ですか？今回は藤川球児選手の歴史を紹介してほしい。長いかもしれないがよろしく頼むぞ。おいですね。それじゃあ開始です。それではこれから藤川球児選手のパワプロ査定を、実際に起こった出来事とともに振り返っていきましょう。まずは藤川選手の簡単な紹介をさせていただきます。藤川球児とは高卒で1998年阪神からドラフト1位で指名された選手。契約金1億円、年俸700万で入団し、2013年から2015年まで海外でプレーしたことのある選手ですね。ちなみに入団時の記者会見では、10年後には優勝を3回、そのうちに1回は胴上げ投手を経験しているはず。と発言したため、当時一軍の監督だった野村さんから藤川くんは野球以外に何か才能を持っていそう、という表現で話術を褒められたみたいです。入団時からビッグな発言するね。それじゃあ早速パワプロの能力を見ていきましょう。まずはパワプロ7の能力です。こちらは1999年の活躍が能力に反映させられています。1年目は2軍生活を過ごすことになりました。まずは体力強化を図るためトレーニング中心の生活。ウエスタンリーグの公式戦でも3試合の登板で終わりましたね。なるほど。確かに先発をやるとすれば体力が足りないな。球団は藤川選手を先発投手として育てていきたかったのかな？そうです。もともと藤川選手は先発投手として入団したのですが体力がなかったので体力アップを図ったと思います。そうなんだね。続いてパワプロ8です。こちらは2000年度の活躍が能力に反映されています。19試合リリーフで登板し防御率 4.76、奪三振25、セーブ0という結果に終わっています。2000年にフレッシュオールスターゲームに選出されてリリーフで登板し、一軍登録もされ初登板を果たしましたが、野村監督の期待に応えることができず終了。確かにリリーフでこの成績はまずいですよね。今の藤川さんと比較にならないほどコントロール悪いけど、この当時ってこんなにひどかったの？どちらかというと藤川選手の球のスピードはそれほどでもないですが、コントロール、球種、フィールディングなどが高レベルだったと言われています。ただこの年投球回 22.2 で四球18、暴投4を記録しており、前世紀ほどの制球力はなかったと思います。それでも G の85か。F で100だとするとノーコンもいいところだな。また、この年に高校時代から交際していた女性と結婚しました。めでたいな。続くパワプロ級では、なんと藤川選手は収録されていません。なんで、現役だろ。2001年の成績が反映されるのですが、この年藤川さんは1球も投げていないんですよ。理由は藤川さんの著書である未熟者にて語られています。どうやらこの年1軍のピッチングコーチと反りが合わなかったという理由で、1軍登板はなかったみたいです。ちなみにこのコーチは八木沢総六さん。史上13人目の完全試合達成者ですね。なるほど。こんな事情があって試合に出られなかったんだな。試合に出ないとパワプロにも収録されない。怪我には要注意ですね。だな。続いてパワプロ10。パワプロ10の能力はこんな感じです。2002年度の成績は12試合登板で先発12、1勝5敗、防御率 3.71、奪三振64を記録。スライダーがなくなりカーブとフォークになりましたね。監督が星野さんに代わり背番号を30から92に変更。ちなみに92は名前の球字にかかっています。あ、本当だ。先発投手として積極的に起用されて12試合に登板し、9月11日のタイヤクルトスワローズ戦で8イニングを1失点に抑えて初勝利を挙げました。フレッシュオールスターゲームのウエスタンリーグ先発投手も務めましたが、残念ながらそこで勝ち星を挙げることはできず、今シーズンも先発ローテーションに定着することができませんでしたね。ここでもまだ2軍生活なんだな。ですねー。今のところ無名選手。期待していた人は少なかったと思われます。続いてパワプロ11。こちらは2003年の成績。コントロールがアップしスタミナは減少。球速152キロになりフォークの変化量が1減りましたね。
成績は17試合登板先発に、1勝1敗、防御率 3.38、奪三振19、セーブレイを記録しました。ここからリリーフに変わったのかな？いえ、この時はまだ先発を狙っているので中継ぎ転向は翌年になりますね。2003年度はファーム日本選手権でセーブを記録し胴上げ投手になりましたが、日本シリーズでは登板機会なし。さらにこの年球団から戦力外通告を受ける可能性があったこと、ヤクルトと広島からトレードの申し入れがあり具体的な話も進んでいたことがわかっています。今じゃ考えられないけど、結構ギリギリのプロ生活だったんだな。そうですね。投手交代するときもマード新人のやることだししょうがない、と思われていたそうですね。ですが翌年藤川さんの転機が訪れます。ということでパワプロ12の能力です。パワプロ11と比較すると特殊能力が増え、フォークの変化量もアップしています。2004年度の成績は26試合出場し先発0、2勝0敗、防御率 2.61、奪三振35、セーブ0を記録しました。ホールドポイントは翌年から反映されているようなので、パワプロ13の成績まで少しお待ちください。2004年は肩の故障があり2軍生活を送っていました。怪我もあり2軍という絶望的状況。そんな時ある二人のアドバイスにより藤川選手は一気に力をつけます。その人物とは当時2軍投手コーチだった山口隆さんと、高校の先輩でもある1軍投手コーチの中西清樹さん。山口氏からはフォームの改造、中西氏からは中継ぎ転向を勧められました。当時藤川さんのフォームは低めに投げようとして体が沈み込み、右膝も曲がっていたとのこと。このフォームだと角度がなく、打者が捉えやすいのです。なるほど。確かにそうだな。そこで山口氏は右膝を伸ばして上から叩くように投げるように指摘。そうすれば高めに投げても角度のつくボールが行くようになり、今まで以上のポテンシャルを発揮できるとのことです。この指摘により藤川選手はシーズン後半1軍に定着。31回を投げて35三振を奪いました。めちゃくちゃ成長してる。そして中継ぎ転向した理由ももちろんあります。当時中西さんはリリーフ転向を大きな賭けだと言っていました。なぜなら体の線が細くて真っ向勝負に行く性格と球質の伸びしろだけが頼りだった。という根性論とも言えるような感。ただこの感は藤川選手を日本の誇りにする大きな一歩になったんですよ。早く続きみたいぞ。続いてパワプロ13。リリーフ起用になり背番号22に変更。佐々木和弘さんと同じ背番号22に変更しました。球速155キロ、コントロール B、フォークを、カーブ2に伸び、奪三振など。フォーム改造の影響が大いに反映されています。2005年の成績は80試合登板し7勝1敗1セーブ、46ホールド、防御率 1.36、奪三振139と。いきなり頭角を現し最強選手が誕生しました。そして初となる最優秀中継ぎ投手賞を受賞。それじゃあ現実の実績を見ていきましょう。2005年セットアッパーに定着しある勝利の方程式が形成されました。それは JFK。ジェフ・ウィリアムス、久保田智之と共に日本一を狙う方程式です。J がジェフ、F が藤川、K が久保田ってことだな。これは藤川矢印ウィリアムス矢印久保田の系統で日刊スポーツ紙の見出しに書かれた文字。阪神の連勝が6月14日から7月20日にかけて17になったのを機に名付けられた名称です。この年藤川選手は6月には月間 MVP を受賞。オールスターゲームのファン投票では中継ぎ投手部門1位で初出場を果たし、チームがリーグ優勝を決めた9月29日の対読売ジャイアンツ戦では、当時のシーズン最多登板記録を更新する79試合目の登板をし、最終的に登板数は80試合を記録。53ホールドポイントで最優秀中継ぎ。日本シリーズでは敗れましたが、この年に藤川さんは一気にブレイクしましたね。今までの年の活躍が嘘みたいだな。こんなに一気に成長するものなのか？もともとポテンシャルの高い選手だったということが証明されたんでしょうね。これはとんでもない急成長ですよ。続いてパワプロ14の能力です。こちらは2006年の活躍が考慮されています。サークルチェンジになり変化量は大幅に減りましたが、自慢のストレートの伸びは今で言え。ピンチにも強く相変わらずの奪三振と球持ちの追加。ここまで行くともう恐ろしいです。2006年の成績は63試合登板、5勝0敗、17セーブ、30ホールド、防御率 0.68、奪三振122を記録。今年ももちろん最優秀中継ぎに選出されましたね。2006年は開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出。アメリカ合衆国戦ではアレックス・ロドリゲスのバットを直球で折るほど力強いストレートを投げました。
また、シーズンに入ると前年同様に中継ぎでスタートしましたが、6月に抑えの久保田が怪我で離脱したことに伴い、抑えに定着。7月4日の対横浜ベイスターズ戦で35試合連続無失点となり、豊田清が持っていた日本記録を更新しました。さらに7月23日の第2戦では、同年からオリックスバファローズに移籍した清原と対決。すべて直球で空振り三振に取り、清原は参った、火の玉やとコメントしました。ここが火の玉ストレートの始まりなのかな？また、首の寝違いで登録抹消された復帰後の登板で、マスメディアからの批判やファンのヤジに対して、選手も必死でやっているということを分かってくださいと涙を流しながらコメントしましたね。藤川選手の野球に対する思いが伝わってくるな。今シーズンも絶好調の藤川選手。この活躍は翌年も続きます。続いてパワプロ15の能力。こちらは2007年度の活躍をもとに能力設定されています。サークルチェンジからフォークになり変化量は4。コントロールが下がるも最強特殊能力である威圧感を持っていますね。今シーズンの成績は71試合登板、5勝5敗46セーブ、6ホールド、防御率 1.63、奪三振115を記録。タイトルは最多セーブを受賞しました。2007年度は開幕から抑えとして起用され、9月7日の対巨人戦ではリリーフ投手として史上初の3年連続100奪三振を達成。セリーグ記録となる10試合連続登板、10連勝。10月3日のチーム最終戦で日本タイ記録となる46セーブ目を挙げました。またオフシーズンには球団にポスティングシステムの行使を申請。MLB 挑戦を希望していましたが、球団に拒否されましたね。理由は何だ？阪神 OB の情報ではポスト藤川が必要になる。ヤクルトと契約が切れる M チャン4が獲得できれば穴は埋まるから OK。とのことらしいですね。なるほど。それじゃあポスト藤川の入手が確定になれば大丈夫ってことか。チームの事情とかありますからね。なかなか難しいです。続いてパワプロ2009です。カーブの変化量は1ヘリ対左打者を得意とするようになりました。2008年度の成績は63試合出場し8勝1敗38セーブ、5ホールド、防御率 0.67、奪三振90を記録。相変わらずとんでもない成績を残していますね。2008年度はオールスターゲーム前までに30セーブを上げ、オールスター直後の北京オリンピック野球日本代表に選ばれ、星野仙一監督の構想した7、8、9回を担当するトリプル抑えの一角として指名。韓国戦で2対1とリードした7回から登板しましたが、同点打を打たれオリンピックでは目立った活躍はできませんでしたね。それでも帰国後9月25日の対横浜戦で通算100セーブを達成しましたが、中日とのクライマックスシリーズファーストステージでタイロン・ウッズに決勝打を打たれてチームは敗退。来年はもう一回、阪神で巨人を倒したいという気持ちが強まったらしいですね。なるほど。このシーズンは山あり谷ありって感じなんだな。もちろんメジャーに挑戦したいという気持ちもあり、うずうずしていた年だったんじゃないですかね。まだメジャーいけないのか。続いてパワプロ2010。逃げ球、安定度、威圧感が消えたイランナー2がついてしまいました。コントロールも下がり少し査定が厳しくなりましたね。2009年の成績は49試合登板、5勝3敗、25セーブ、3ホールド、防御率 1.25、奪三振86を記録しました。2009年は開幕前の3月に開催された第2回 WBC の日本代表に選出され、防御率 0.00 と結果を残しました。しかし球が走らなかったことから準決勝からダルビッシュが抑えを務め自身は登板なしとなりました。シーズンでは5月途中の時点で早くも3敗を喫するなど不調にあえぎ、前年までと比較して登板数が大きく減少しましたが、6月以降は負けなしの5勝3敗25セーブでシーズンを終え、3年連続20セーブを達成。そして2011年以降のメジャー挑戦のためポスティングシステムの行使を球団に申請しましたが、またしても却下されてしまいました。なかなか海外へ行けないな。ところでイム選手ってどうなったんだ？イム選手はまだヤクルトにいます。ちなみに NPB 時代はヤクルトのみなので以降阪神に参戦することはありません。じゃあまた新しいポスト藤川を見つけないとってことか。その通りです。続いてパワプロ2011のデータです。こちらは2010年の活躍が能力に反映されています。コントロールが上がりカーブの変化量もアップしましたが、タイピンチが消え伸び後が伸び4に劣化、弱体化されてしまいましたね。タイピンチと伸びを取られるのはきついな。成績は58試合登板し3勝4敗28セーブ、5ホールド、防御率 2.01、奪三振81を記録。
今シーズンは開幕から16試合連続無失点を記録し、例年以上の好調ぶりを見せました。この年は他の中継ぎ投手の不調でセットアッパーが固定できず、本来の抑え投手の役目に加えてセットアッパーのポジションも兼任することとなりました。結果として例年よりイニングをまたぐ登板が増え、1イニング以上の登板した試合はシーズン全体で12試合に及びましたね。なるほど。確かにそうなるとめっちゃ増えたな。さらに9月5日の対広島戦で通算150セーブを達成。しかし9月に入ると制球が定まらず非本塁打はプロ入り後ワーストの7本となりました。9月になってパフォーマンスを崩してしまったのか。ちなみに9月30日の対横浜ベイスターズ戦にて藤川選手が炎上した時に、湯浅明彦アナウンサーが行くな超えるなという名言を残しましたね。なぜかというとこの試合は矢野さんの引退試合。絶対に勝たなければならない場面でした。そんな中村田さんが逆転スリーランホームランを放ってしまい球場冷えっ冷え。この時誰もが行くなと言っていましたね。確か村田さん自身も打ってから行くなと言っていた、もしくは思っていたからな。誰も望んでいないホームランだったな。このことから丸川丸次という呼称が誕生。このチャンネルの生放送でもホムドレさんがやらかしてしまった時に、ホム川ドレジとコメントされますね。ホム川ドレジとか語呂悪すぎだろ。続いてパワプロ2012です。こちらは2011年度の成績が反映されています。左打者を苦手としコントロールは下がっていますが伸びが5にアップ。さすが火の玉ストレートですね。デカフォークの変化量6とかすごいな。あとカーブがスラーブになっているな。そんな藤川さんの2011年の成績は56試合出場、3勝3敗41セーブ、5ホールド、防御率 1.24、奪三振80を記録。さらに最多セーブを受賞しました。2011年も抑えとして活躍し、8月25日の対巨人戦で同点の場面で登板し3者連続三振で1回を抑え、この登板で通算100ホールドを記録し、史上初の通算100ホールド100セーブの2つを達成。さらに10月21日の対横浜戦でセーブを上げ4年ぶりの40セーブに達し、最終的に41セーブを上げましたね。4年ぶりでも十分すごいな。そしてオフには取得した国内 FA 権を行使せず残留。年俸4億2000万円を提示されましたが、優勝を逃したことを理由に固辞し、翌年の海外 FA 権取得を見据えての単年契約の4億出来高払いで公開しましたね。確か球団に対する恩があって、十分評価してくれたから年俸アップは必要ないと思ったんだよな。まあ4億ですからね。正直想像できませんよ。FA 権を使わなかったのも阪神に対しての恩でしょうね。続いてパワプロ2012決定版の能力です。伸びが減り回復もなくなりましたが、カットボールが追加。球速は2キロダウンしましたね。そして2012年度の成績は48試合出場し2勝2敗24セーブ、2ホールド、防御率 1.32、奪三振58を記録。さすが藤川選手。今年もエグい成績を残していますね。防御率1点台を普通に記録しているが、いくら抑えといえど化け物だろ。この年からチームがキャプテン制度を定めたのに伴い、野手キャプテンの鳥谷隆と並んで投手キャプテンに選ばれました。さらに4月11日の対広島戦で通算200セーブを達成。そしてついに海外 FA 権を行使し、アーンテレムと壇野村を代理人として MLB 挑戦を表明しました。おついに。この時に藤川さんは、2007年のオフに初めてお話しさせていただいた、メジャーリーグへの思いはずっと抱き続けておりました。今年に入ってからは全ての可能性を考え、熟慮した末、やはり、長年の目標に挑戦したい気持ちは強く、考えが変わることはありませんでした。とコメントしていますね。正直この動画を最初から見ていたらその気持ちはめちゃくちゃ伝わってきますよね。いやー、本当にそうだな。やっとだって感じだよな。そして2012年12月2日にシカゴカブスと2年総額年俸950万ドル出来高で契約合意し、12月7日に契約。背番号は11となりました。ここからはパワプロの能力はないので、メジャー挑戦の出来事は能力画面なしで軽く紹介させていただきます。ということで2013年の成績。なんと12試合登板し防御率 5.25、1勝1敗、奪三振14、ホールド1、セーブ2という結果で終了。一体何があったのかというと、4月13日に右前腕部の張りで故障者リスト入り、5月10日のタイワシントンナショナルズ戦で復帰し、好投を続けましたが、5月26日の対シンシナティレッズ戦で右前腕部の張りを再発させ降板。そして6月11日にトミー・ジョン手術を受けることになりシーズンを終えましたね。トミーなんとか手術って何なんだい？
トミー・ジョン手術は損傷した腱や靭帯を切除した上で、患者の反対側もしくは同一側の前腕や下腿、臀部、膝蓋腱などから正常な腱の一部を摘出し移植することで患部の修復を図る手術。野球選手以外にやり投げ選手も受けることがある手術みたいですね。そして2014年も手術の影響で故障者リスト入りとなり、7月16日にリハビリのため永久ケインカウンティクーガーズに移動。8月6日に故障者リストから復帰し、オフに FA となりました。そしてレンジャーズと2014年12月16日に年俸100万ドル出来高の1年契約で入団。ただ2015年に初登板するも5月14日に2試合の登板で3失点を喫し、22日に自由契約となりました。メジャーでの生活は怪我に悩まされ思うような投球ができず終わったんですよ。これは悔しいだろうな。自分の実力を試せないってことだからな。そして帰国後阪神からのオファーを拒否して、四国アイランドリーグプラスコーチファイティングドッグスへの入団を決めました。理由は地元の子供たちに夢を与えたいという思いから。怪我の影響もあったと思われますね。そこでの活躍はどうだったんだ？大香川戦で先発投手として登板し完封勝利。やはり圧倒的実力がありますね。やっぱすげえな。しかし球団では9月10日に、藤川との契約を2015年シーズン限りで終了することを発表。ここからどうなるんだと思ったとき、2015年10月17日に金本さんが監督に就任。金本さんは藤川さんに接触し阪神への復帰を決断。入団記者会見で背番号18のついたユニフォーム姿を披露しましたね。なるほど。ここで背番号18になるんだな。それじゃあパワプロ2016のデータを見ていきましょう。パワプロ2016のデータはこんな感じ。一応ですが2015年の活躍が反映されていますね。プロに復帰し藤川さんがどんな実力を発揮してくれるのか注目が集まりますね。抑え投手としては普通にレベル高いけどな。ただこの復帰、藤川さんは怖かったと語っています。ファンは今までできていたものを求めるので、それを上回らないといけない。何もキャリアがなければ一瞬で火がつくが、前のがあるので、地道にやって最終的に大きな火にしないといけない。というプレッシャーがあったと話しています。まあ、年齢もあるし確かにそうか。続いてパワプロ2016シーズン終了時の結果。カットボールがなくなりコントロールも劣化。その代わりに左打者、キレ、逃げ球、伸びが追加されましたね。さらに43試合登板先発後、5勝6敗、3セーブ、ホールド10、防御率 4.60、奪三振70を記録。正直いい成績とは言えませんね。まあリリーフだったら厳しいな。2016年には中日、横浜と先発登板し好投だったのですが、4月10日の広島戦で自己ワーストの7失点を記録。そのためクローザーで登板し5月18日の中日戦でサヨナラ勝ちを収めたことで、復帰後初の救援勝利を記録。そして7月26日に NPB MLB 通算戦奪三振を達成しましたね。それでも全体的に成績はいまいち。来年の活躍が期待されるって感じですね。能力は普通に強いんだけどな。続いてパワプロ2018。こちらは2017年の成績が反映されています。能力はあまり変わりませんが寸前罰が追加されましたね。成績は52試合登板し3勝0敗0セーブ、6ホールド、防御率 2.22、奪三振71を記録。背番号を復帰前の22へ戻し、セットアッパーとしてレギュラーシーズンをスタート。4月6日のタイヤクルト戦で初勝利を挙げ通算 HP が155に達し、ウィリアムスの154を更新。さらに5月30日の対ロッテ戦では NPB 1軍公式戦通算戦奪三振を達成。セーブを記録することはできませんでしたが、前年と比較すると十分すぎる成績を残せていますね。当時新聞で火の玉健在ってクソで各一面を飾ったよな。また、若い頃は活躍したいといった気持ちが強かったらしいですが、年齢とともに方向性の集約の仕方が変わったとコメントを残していますね。指導者目線に立つようになったのかな？というよりも苦しい状況で頼れる選手になったという感じですね。年齢により藤川さんも次の人生を考えていたのかもしれませんね。続いてパワプロ2018シーズン終了時データ。伸びが A になり寸前消失。左投手がなくなりタイピンチが C から E になっていますね。2018年度の活躍は53試合出場し5勝3敗2セーブ、21ホールド、防御率 2.32、奪三振67を記録。今シーズンは主に中継ぎで登板。6月16日の大楽天戦で公式戦2年ぶりのセーブを記録。
7月21日の対横浜戦で救援登板では球団史上初めての NPB 一軍公式戦通算戦奪三振を記録。しかし9月下旬に右肘痛で戦線離脱。シーズン全体では自責点がつかない場面での救援失敗も多く、勝利の方程式への再定着までには至らなかったようです。まあクローザーの務めだからな。また、この年に2軍監督を務めた矢野さんが1軍監督へ就任したことを背景に、クローザーへの本格復帰に挑戦する意向を明かしましたね。年齢も結構いってるからな。ぜひ頑張ってほしいよ。そしてパワプロ2020の能力。ピンチが C になり打たれず良さ A。調子安定も身につき抑えとしては十分な能力です。2019年の成績は防御率 1.77、4勝1敗、16セーブ、23ホールド、83奪三振を記録。今シーズンはオープン戦からコンディションが上がらないまま、中継ぎ陣の一角として開幕を迎え、4月6日の対広島戦で1イニングに本塁打を打たれたためなのかに2軍調整。5月8日の対ヤクルト戦通算142ホールドの球団記録を記録。4月27日の対中日戦から6月11日の対福岡ソフトバンクホークス戦まで、18試合連続無失点を記録。さらに6月11日の対ソフトバンク戦で通算のホールド数が150に達したことによって、同一投手による150セーブ150ホールドという NPB 史上初の記録を樹立しました。そして7月26日にクローザーに再転向。8月31日の対巨人戦で NPB 現役投手最多記録である通算235セーブを達成し、名球会入りの基準の一つである250セーブのクリア射程圏内に入る。といった感じでまだまだ現役バリバリの活躍を果たしてくれましたね。ここで藤川復活と書かれた記事が目立つようになってきました。ここまで年齢を重ねて防御率 1.77 は凄すぎる。マジで阪神の宝だな。そしてパワプロ2020シーズン終了データ。149キロ E、スプリットの変化量も減り、アウトも減り。2020年は16試合出場し防御率 6.08、1勝3敗、2セーブ、1ホールド、奪三振10を記録しました。2019年4月の登録抹消中に、現役からの引退を球団に申し出たようですが球団は保留。クローザーへ返り咲いたことから、シーズン終了後の契約交渉で、球団側と話し合った末によく2020年も現役生活を続けることを決めたそうですが、契約期間は1年で2年以上続ける気はないと話したそうです。そんな中、2セーブを挙げた一方で救援の失敗が相次いだため、右上肢のコンディション不良を理由に2度にわたって登録を抹消。2度目の抹消中に、この年限りで現役を引退する意向を、改めて球団に申し入れ球団は受託。8月31日に球団本部長の谷本治を通じて藤川の引退を発表。この時に右肩のコンディションが手術を要するほどにまで悪化しているとの報告を受けていることが初めて明らかにされましたね。そして10月15日に1軍昇格。11月15日の巨人戦で引退試合が行われ、自身は4点ビバインドの9回表に登板。先頭の坂本勇人、続く中島博之を連続で空振り三振に打ち取ると、最後は重信慎之介を2比に打ち取って降板。もちろん勝負球は全球ストレート。これで藤川選手の引退セレモニーが行われ、藤川選手は引退することになりました。これにて火の玉ストレートの男のプロ野球人生が終わりを告げました。いやこの人ほど山あり谷ありって言葉が合う選手はいないだろうなってくらいだったな。めちゃくちゃ長い動画だったが、藤川選手のことを詳しく知れた気がするよ。現在は野球解説者や評論家、YouTube でも活動して様々な媒体で活躍しています。藤川選手は長い歴史で動画も長くなってしまいましたが、楽しんでいただけたら幸いです。他の選手も見てみたいな。ということでまとめいきましょう。藤川球児は新人の頃フォームの崩れで活躍できなかったものの、コーチの指導によりフォーム改造、先発からリリーフに起用。これにより実力を開花させメジャー挑戦を夢見ていましたが遅れさせられ、挑戦時には怪我をしてしまい3年で帰国。その後独立リーグを経て阪神に入団、そして2020年に引退。パワプロでは能力の変化が激しく、威圧感がつけられている年もあった。ペナントで回せば素晴らしい成績を残せるのではないでしょうか、という感じですね。いやぁ、長かったな。この動画30分くらいかかったんじゃないか。これでも短くした方なんですけどね。喋るのは本当に疲れますね。まあでもパワプロの査定とプロ野球選手の人生を同時に知れるのはめちゃくちゃいい機会だと思うから、ぜひこの企画を続けてほしいと思うぞ。普段の動画の3倍以上疲れた気がしますよ。
今日は帰ってプロ野球チップス食べます。ああそうだな。ということで皆さん、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。